変電所は、東京都東山都市にある、1938年から1993年まで、使用されていた、変電所である。西の原爆ドーム、東の変電所とも称される、戦争遺跡であり、東山都市の指定文化財に指定されている。変電所外壁に残る、機銃奏車の断根変電所裏側に残る、変電施設の一部、 手前にはモニュメントが設置されている。この変電所は、航空機のエンジンを生産する、軍需工場へ送電する、変電施設として1938年に、東京ガス電機工業株式会社変電所として、作られた。翌年には、日立製作所と合併、日立航空機株式会社立川工場、立川発動機製作所の変電所に改称する。 戦局の激化に伴い1945年2月17日 F6 回ヘルキャット戦闘機4月19日 P-51 ムスタング戦闘機らによる機銃装車4月24日には B-2901 機の変態による空襲により被災隣接する工場は大破したが変電所は大きな被害は免れた戦後は 東京ガス電気工業を合併した富士自動車の変電所として、機重奏者を受けたクレーター上の断根を残しつつ、内部の変電施設の更新を実施しながら1993年まで変電所として使用された。現在は、東京都の都立公園の整備事業の一つとして、変電所の敷地を買い上げて、都立東山と南公園の文化財として1993年に、 整備された。旧日立航空機立川工場変電所は1995年に東山都市の史跡に指定され、東山都市が保存、管理を行っている。なお、建物内部に立ち入ることはできないが、毎月第2日曜日の午後1時から4時まで公開されているのと、不定期に開催される、イベントの際に一般に開放されており、内部を見ることができる。 近隣の市民が利用する都立公園として整備された際に建物の裏側周囲に変電所にちなんだモニュメントが多数設置された。ただし、このモニュメントは東京都が公園デザインの一環として設置したため、当時の旧日立航空機株式会社が製造していたものとは関係がない部品が置かれている。そのため、繊細変電所の保存運動を行ってきた。 市民団体からは撤去してほしいとの声がある。また、変電所から西へ約200メートルの位置に同じ空襲をくぐり抜けて生き残った工場の給水塔が2001年1月まで存在していたが、土地所有者の西武鉄道と保存を求める東山都市との交渉がうまくいかずに撤去されることになり、1月から3月に解体工事が行われた。その際、 弾痕のある壁面の一部が切り取られ、変電所前に展示されている。玉都市モノレール、西部廃島線の玉川上水駅北口を出て、徒歩約5分。玉都市モノレールの桜街道駅を出て、徒歩4分。チョコバス往復ルートの東山都市ロンドみんなの体育館下車徒歩1分。ありがとうございます。